10月の4日、那覇空港です。緊急事態宣言が明けました。今日は月曜日ですけど、ちょっと様子を見てきます。どんな感じでしょうかね。皆さん、自粛が明けたといっても自由ではありません。消毒マスクをきちんとしましょうね。まずこちらが JAL の方ですね。 JAL の方のチェックインカウンターですね。学生さんみたい。少し人が増えている感はあります。10月といえばハロウィンです。あ、北海道サロマのかぼちゃだって。本物？すごい。チェックインカウンターですが、現状は工事中ですね。そのまま下まで2階降ります。2階のお土産品売り場、
下りエスカレーターです。ベルトに捕まり、黄色の線の内側にお乗りください。あと1階まで。一番気になるのは、沖縄に人が入ってきてるのか、到着ロビーです。続々と入ってきてる感じします。なんか久しぶりに見ます。ちょっと団体さんも入ってきてるっぽいですよ。外国の方10名ぐらい。そのまま穴側もちょっと覗きに行きます。皆さん、沖縄に来たら空港ですけど、コンビニというお店、良いボリューム満点。皆さん、これがザ・沖縄弁当です。なんかね、ご飯の上にご飯が見えないぐらいおかずが乗ってるんですよ。こういうやつ。ご飯は下に敷かれてます。でも、ソースを一度はザ・沖縄弁当食べてみてください。確かに。まだ到着便が来てないかな。ちょっと静かですね。めっちゃ久しぶりですね。そのお迎えの方とかも結構いらっしゃるのが久しぶりに見る光景というか。今、福岡便が到着した模様です。行列できてますね。沖縄県はまだまだ日中30度超えの暑い沖縄ですけど、皆さんぜひ遊びに来てください。
じゃあねー。